群馬県群馬郡の藩に群馬郡は、群馬県にあった郡。1896年に発足した、当時の郡域は、現在の行政区画ではおおむね以下の区域に、相当する。カラス川伊島石原町、野付町、寺尾町、静石町、片岡町一の三丁目、八千代町一の四丁目、及び、城山町1.2丁目の一部上の三比の一つ。 金井沢碑。人気3年に建てられた石碑で刻まれた群馬の要霊は在地のものとして最古のものである。アスカ藤原偶出土の木簡に噛みつけの国社標と書かれたものが見つかっている。群馬はもともと噛みつけの国の表としてある車という地名であった。表が軍に代わって車軍になってから奈良時代の713年に 工事二次で地名を表すことになったとき、群馬郡に改名されたと推測されている。字の選択にあたっては、この辺りが馬産地であったことが考慮されたと思われる。群馬の読みは後になって生まれたもので、車は江戸時代まで使われていた。群馬に確定したのは明治時代からである。 1、高崎町2、佐野村3、倉賀野町4、岩花村5、大類村6、滝川村7、慶が 島村8、東村9、玄総社村10、新高尾村11、中川村12、塚沢村13、六郷村14、長野村15、久留馬村16、室田村17、倉田村18、車郷村19、ノ輪村20、相馬村21、上外村22、堤が、 岡村 23, 国府村 24, 総社町 25, 金子町 26, 清里村 27, 駒牧寄村 28, 小牧村 29, 明治村30、桃井村 31, 豊脇村 32, 渋川町 33, 伊香保町 34, 金島村 35, 長尾村 36, 白京、井村 37, 小野上村 41, 片岡村。 平成の大合併前の自治体群馬郡役所ありがとうございます。